県によりますと、浜田知事は先週中頃、日課の散歩で坂を登っているときに一時的に胸に違和感を覚え、先月末、高知市の医療機関で検査を受けたということです。検査の結果、心臓の動脈の一部が硬化して起きる老化性狭心症だと判明し、浜田知事は血管のカテーテル治療のため明日から2日間入院した後、自宅で療養に当たるということです。日常生活に問題はなく、今日も公務を行っています。浜田知事は明日から今月8日まで5日間公務を離れ、9日に復帰する予定で、その間の来客業務については副知事や担当の部局長が代わりに対応し、直接連絡が取れることから職務代理者は設けないとしています。